ンドオーケストラルマヌーバーズインザデッドエンドは80年代に流行したゲームブックが持つアナログスタイルのプレイ感触をコンピューター上で継承再構築したデジタライズドゲームブックとなります。はい、プレイヤーは物語や主人公の運命をも左右するデジタルダイスを片手に段落ごとにランダム配置されたパラグラフを読み進め、時には自身の判断で、また時にはダイスリングを身を委ねて物語の世界を探索しますということですな。はい、ということで始まりました。はい、第3回目でございます。はい、なんかね、スタッフさんの間では面白いと評判ですって書いてあるんだけど、本当かな、なんだろう、褒めて伸ばす作戦かな。ゆっくん褒めちゃダメだよ。え、どういうこと。ね、褒めたらダメなタイプかもしれない。どうしよう。はい、ね、頑張っていきたいと思います。はい。さて、ということで、じゃあそろそろ例のあのコーナーに行こうかなと思います。はいはい。おい。運と知恵、時にはズルで切り抜けろ。デッドはエンド。始まった。今日は自分じゃないからなんかイエーイって感じ。はい、前回ね、前々回でどれだけ恐ろしいゲームか。簡単にルールを説明したいと思います。はい、はい、本作デッドエンドの最大の魅力となるゲームブックという要素を使いつつ、デッドエンドがどんなゲームなのかを理解してもらいます。はい、毎回一人がプレイヤーとなり、次々と起こるイベントに対処してもらいます。超簡単なアドベンチャーゲームをアナログでやってみるだけという超簡単なゲームです。簡単じゃなかったよ。簡単じゃなかったよ。簡単じゃないよ。難しいよ。でも私前回さくらんぼ、高級さくらんぼを2匹いただきました。ごちそうさまで。あれはほらスタッフさんの優しさでね。違うよ、私の頑張りが認められたんだよ。かなり甘やかされてたよ。そんなことない。なんかじゃがいもって答えた記憶しかないんだよね、私。正解。なんかね、そんな記憶があるんだけど言ってたね。忘れてしまいました。ね、今回は ね、 ね、うん、コツとか掴んできたんじゃないみんな。うちほら、ね、前回私たちにこう出してくれて、そうそうそう、多分テンポも分かってるから、うん、多分。でもさ、結構さ、もうサイコロにしか身を委ねられない時あったね。あるじゃん。もう自分の意思じゃないのにどうしようもない時があるからね。これも運だ。そうだね。運だ。運も実力のうちですよ。はい。ということで、第3回目は、もちろんうちにチャレンジしていただきましょう。はい、その前にですね、今日のご褒美を、そうだよ、紹介したいと思います。はい、今日のご褒美は私の大好きな大好きな551の豚まんです。蓬莱の、いや、これね、うち食べたことないんだもんね。なんだよ、めっちゃ美味しいよね。あ、いい匂いしてる。もうね、551のなんでこんな美味しいのかと思うから。でもクリアしても食べるのうちだよ。そこは両親の問題。うちの心の問題だから。私たちにもチャンスはあるよ、かみちゃん。助け合っていけばね。そうだね。おこぼれもらうかもしれない。そうそうそう、おこぼれをね。じゃあ助けてね。はい。はい、ということで、この豚まんをかけて勝負、頑張ってくださーい。はい。では行きますよ。よーい、スタートでーす。第1問。1問とかだっけ、これって。1問。じゃじゃん。デッドエンドでは、選択肢や戦闘の結果によって、パラグラフの移動が行われますが、これらの結果を全く無視して進む、ズル可能なモードもあります。イエスだと思えば132円、ノーだと思えば4へ進んでください。はい、これはもう、そうだね、これは分かるね、もうイエス、もうイエスということで、イエスなので132に進みます。はい、じゃん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 、はい、じゃじゃん、正解でーす。イエーイ、やった。これはね、分かってないからね、手すがりね。ではいきますよ。このズルができないモードをベーシックモードと呼び、ズルが可能なモードを丸々モードと呼びます。この丸々に入る言葉は、ズルなしモード、イージーモード、アドバンスモード、どれでしょう。でもズルなしモードはズルができるから違うでしょ。ズルが可能な、あ、そうだね、そうだそうだ、これは優しさだね。うん、え、どっちかな。イージーモードってそんな、なんかちょっと簡易じゃない。そうだね、うん、アドバンスモードがいいかな。でも、あ、でもズルが、ズルができるから、うん、でから簡単なのかな。簡単、ズルができる、お、ズルができるから、ちょっと、うん、進展し発展したモードですよってことじゃない。
ないの。本当？ダメだよ、知らないよ。信じないでよ、私の言葉なんて信じちゃダメだよ。なんか言いたいことって聞こえはいいけどね。そうだよね、だってズルができるってことは簡単ってことだから、うん、初心者モードかもしれない、ね、お、じゃあ行きますか。はい、イージモードで行っちゃいますか。いいよ、はい、44番へ。44番へ行きます。じゃじゃんじゃん、じゃじゃんじゃじゃん、不正解です。正解はほら、アドバイスモードじゃないか、ではここで、はい、夏を題材にした俳句かっこ川柳を読んでください。読めた人は145へ進んでください。そう、これちょっと、え、夏を題材にし した俳句って、俳句って五七五だよね。うん、五七五は七七はなんだっけ、あれは五七五でいいんだもんね。短歌か、じゃあ五七五でいいんだもんね。五七五でいいですよね。五七五、はい、あ、五七五でいいです。あ、はい、では、はい、夏を題材にした、はい、俳句、素敵なのお願いします。はい、夏が来た、スイカを食べるカブトムシ。うん、あの、素敵です、素敵です。まあ、なんかね、あの、夏休みの作文、小学生の夏休みの作文になんかありそう。なんかさ、絵日記とかでカブトムシとスイカを描いてるのがすごい頭に浮かんだ。いいね、本当、いい、すごい、ゆっこが頑張ってフォローしてくれた。いや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 、すごくありがたいよ。素晴らしかったと思います。いいの、それ、オッケー、うん、オッケー、もちろんオッケーですよ。よかった、クリアしました。ということで、読めた人は145へ進みます。じゃじゃんじゃん、では次です。アドバンスモードでもできないズルはどれ。え、ダイスを振って選択してください。ほら出た、ダイスを振って、ね、出たのに、このサイコロがあるので、はい、ダイスがあるのでこれを振って、はい、これはですね、完全に運任せなので。そうなんです、もううちの運にかけましょう。ちなみにどういうあれがある、はい、1、2、うん、戦闘に負けても勝ったことにする。あ、それいいの。3、4、振ったダイスを無視して振り直す、うん、あ、それもいいの。5、6、ゲームを返品して返金してもらう。悲しい。なんかどれがなんかいいのかわからないけども、ね、5、6だけは出さないんですよ。そうだ ね、この間カメちゃんね、5、6やーっつって5出したから。そうだね、この流れだよ。今この子やってくれるよ。私たちの味方じゃないよ。本当、さあ頑張れ、うち頑張れ。よし、じゃあ行きます。はい、レレレレン、あ、まだ落っこちるかな。落ちた。ちゃんと歌えたから138に進みます。
ますね。はい、長いよ。次はムイミン行きます。答えたから正解です。次いきます。吸血鬼との主従関係についての説明です。はい、吸血鬼の法要を受けた者が純白である場合、対象者はその吸血鬼の意思に関わらず後天性の吸血鬼となり、それ以外の者が吸血鬼に法要を受けるとグールになる。はい、吸血鬼は自由意志を持つが、グールは主の何々とかす。グールは本来人間だった形質を失いやすく、時間とともに異形化したり、知能も退化することが多い。はい、またある程度の知能意志を残したとしても、主に対する肉体的精神的依存を強く植え付けられるため、それに逆らうことは難しいとされている、はい、という、まあ、そのグールと、うん、あの従者とかのこの説明なんですけれども、うん、このグールは吸血鬼は自由意志を持つが、グールは主の何々とかす。グールでしょ、うん、グールになっちゃった場合でしょ、うん、グールになっちゃった場合は主の奴隷とかす。主の奴隷とかす。これがだから正解したら28、不正解の場合は3ということで、あ、奴隷だったっけ。でもグールでしょ、どっっ主の、ね、グールはだってどうなっちゃうんだっけ。そっか、奴隷だったような気もするね。嘘、そんなひどい言葉だったかな。確かにちょっとやんわりだったかな。ね、主の、主の、おお、正解です。正解です。やったー、すごい、よかった。ちょっとひどい言葉使って28に行きます。はい、あなたは戦いに勝利しました。美味しいお食事をお楽しみください。やーい、おめでとう。はい、待って、豚まんがうちの手元に、うん、あ、でも2つあるよ。うち2つも食べたら兄弟で半分こしようか。こらー頑張った頑張った頑張ったよ。私ばっかり頑張った、勝てなかった。ねぎらいの言葉のみ。はい、それはキレヒにあげるよ。キレヒ、そう、困る困る、私豚まんがいいです。じゃあうちら見事クリアしたので、こちら551蓬莱さんの、豚まんをぜひぜひご賞味あれ。ゲットしました。おめでとう。いいよ、一個食べていいの。うん、はい、ね、いくよ。すごい素敵な一口。うん、美味しいでしょでしょでしょ。はい、ということで以上、デッドオアエンドのコーナーでした。ありがとう。楽しく過ごしてきましたが、そろそろお別れの時間でございます。はい。どんどんね、この番組がどんな番組だったか分かって、そうだね、もう3回目だもんね。うん、そうだよ。テンポよくできてきて初めて、うちも今日ね、そう、ご褒美ゲットしちゃったし、いっぱいズルしてたけどね。え、いっぱいズルしてたけど、なんかいろいろ切り抜けてたよね。うん、そう、どうにかみんなどうにかさ許してもらってだってついてなくなるんだもんね。そうだね、なんとかしないとね。そうだよ、そうだよ、いつの間にか一人とかしたら嫌だもん、ね、誰かが今回私一人でお送りしますとかね、誰もいなくなっちゃう。そうだね、そうだね、番組終わるかもしれないからならないように。はい、頑張りたいと思います。はい、ということで、この番組はメールをお待ちしていますということなので、メールですね、ぜひぜひ聞いていただいた方はこちらの、こちらまで、こちらまで、出てるよ出てるよ、こちらまで、ここまでメールを、嬉しいよ、数えてた、読者まで